カウント・ベイシー、ウィリアム、カウント・ベイシー、ウィリアム・カウント・ベイシー、1904年8月21日から1984年4月26日は、アメリカのジャズピアノ奏者、バンドリーダー、グレン・ミラー、ベニー・グッドマン、デューク・エリントン等と共にスイング・ジャズ、ビッグ・バンドの代表奏者に挙げられる。ニュージャージー州の小都市、レッドバンク生まれ、 母親から教わったピアノの腕を生かし、1924年より、ブルース歌手の伴奏とソロ演奏を主にプロ活動を開始する。その際、仕事で訪れたミズーリ州カンザスシティで、多くのジャズミュージシャンと出会う。ウォルター・ページ率いるブルー・デビルズに参加、その後1929年に加わったベニー・モーテン、ラクデ・リーダーのベニー・モーテンが1935年に、 亡くなると、自らがバンドリーダーとなり、ジャズオーケストラを結成し、この頃から、カウントベーシーの愛称を用いるようになる。また同じ頃、ベニー・グッドマンとその友人で、ジャズ評論家のジョン・ハモンドに評価されたことで、注目されることとなる。1936年末に、シカゴのクラブを経て、ニューヨークへ活動拠点を移し、自身のビッグバンド、カウントベーシー・オーケストラを結成。 1937年にデッカレーベルから発売されたワンオークロックジャンプをはじめアルバムでそのシンプルかつ絶妙なサウンドが好評を博し一躍国際的名声を得るポール・ホワイトマンにオールアメリカンリズムセクションと絶賛された強力なリズムセクションをバックに従えプレスことレスター・ヤング愛称のプレスはサックスの大統領という意味で恋仲だったビリー・ホリデが名付け親 ハーシャル、エヴァンス、アール・ウォーレン、バック・クレイトン、ハリー、スイーツ・エディソン、スイーツの名付け親は、プレスコとレスター・ヤング、リッキー・ウェルズらのソリスト人がバトルを繰り広げ、オールド・ベーシーと呼ばれる初期の黄金時代を築いた。妻・キャサリンと結婚したのもこの頃、1942年、である。またこの頃には専属シンガーとして、ミスター・ブルース、シャウタのあだ名を持つジミー・ラッシング、 レディデイの愛称を持つビリー・ホリリィ、レディデイの名付け親も、レスター・ヤング、ヘレン・ヒュームスがいる。この時代の曲は、ヘッドアレンジを活かし、ブルースナンバー、リフナンバーが多かったが、ベージー特有のジャンプするリズムで、大変、スイングしていたと言われる。1940年代後半から末にかけて、第二次世界大戦後の不況で、バンドの工業的経営が成り立たなくなったことや、 ビッグバンドスタイルそのものの低迷も相まって、数々のビッグバンドが活動休止や解散に追い込まれる。カウントベーシー・オーケストラも例外ではなく、バンドは一時解散となり、ベーシーもジャズコンボでの活動を余儀なくされた。しかし、1951年にオールドベーシー時代の名優フレディ・グリーンと共にビッグバンドを再結成、新たにサド・ジョーンズ、フランク・ホスターラを迎えて、 活動を再開する。後にバーブレコードと契約し、ニール・ヘフティやクイーンシー・ジョーンズら新進気鋭のアレンジャーを起用して、数々の名盤を残す。初期のオールド・ベイシーに対して、ニュー・ベイシーと呼ばれるのがこの時代である。1968年には、米国空軍バンドのアレンジャーであったサミー・ネスティコを迎え、 カンザスシティジャズの伝統をベースにしつつモダンなアレンジが再び高い評価を得る。この頃、ジョー・ウィリアムズやエラ・フィッツ・ジェラルド、フランク・シナトララのボーカリストなどとの共演も果たす。1984年4月26日の早朝、水臓癌により、フロリダ州のハリウッドにある病院にて死去。79歳没。ベーシーのピアノスタイルは、 ファッツ・ウォーラーに指示したこともあり、ストライドピアノスタイルであり、その腕はかなりのものだったと言われる。ビッグバンド演奏の中では、ストライドピアノを封印し、ワンノートスタイルと呼ばれるシンプルな演奏方法で、節約奏法とも揶揄された音楽的に必要な場所だけヘピアノを叩く、スタルに変わっていった。カウント、カウントは白尺を意味する。メディアでは、 カンサスシティのラジオアナウンサーがカウントベーシーと呼んだことに発していると伝えられる。ベーシー自身が名付けたという説もある。当時はキング、王様、オリバー、ファッツ、太ったウォーラー、デューク、公爵、エリントン、ディジー、クラクラする、ガレスピーなどニックネームを公式名称として活動するジャズミュージシャンが多かった。カウントベーシーオーケストラのリズムセクションはフレディグリーン、 ジョージョーンズ、ウォルター・ページ、カウント・ベーシーで構成され、オール・アメリカン・ディズム・セクションと称されるほどの実力を誇った。初期のメンバーは、楽譜が読めないものが多く、耳に頼ってアンサンブルを構成することも多かった。そのため現在でも一部の楽譜には、はっきりと音階が記入されていないものもある。2010年2月には、 結成75周年を記念した来日ツアーを開催する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。